阪神佐藤輝がスタメン外れる、糸原が6番三塁。打線は前日4打数無安打3三振を喫した佐藤輝がベンチスタート、代わって6番三塁で代打として3試合連続安打中の糸原がスタメン出場となった。糸原マジか、これは予想外。佐藤、ついにスタメン落ちか。マジで糸原来てくさ。ついに佐藤引っ込められた。小畑継続がなんか嬉しいな。マジ寒い、狙われるからな。代打糸原のところに浮きようか。照は代打で結果出せるわけないからな。気分転換か休養だとは思うけど、まさか2割を目指すバッターになるとは思わなかったわ。照と前側の代打1番手争いわら。プロは競争やからな。当たり前といえば当たり前やね。リースをどんでん打てないならスタメンいる意味ないからな。マーテルは残党。しかし前側も全然出れんくなってもうたな。多分もう甲子園では使わん方針なんやろな。バンテリン松田もやろね。その分関東3球場では左右関係なく全部前側って使い方してくれたらいいけど、まあないよね。日本人で右投手なら使うんじゃない？佐藤外れたんかい。今さら糸原スタメンで勝ち続けたとして何になるねん。遊びちゃうんやぞ。 0.188 やからな。お前らの糸原スタメンした。やっぱりノイジーじゃねえか。誰だよ昨日前側とか言ってたやつ。照はスランプや、しゃあない。結局塩見スペったのかよ。明日からの巨人戦に向けて万全にしてほしい。ケントサードは狭いながらも本業やから安定しとるわな。糸原守備でやらかしそう。前川は悪くないけどノイジーが調子いいからか。照は復調してスタメン奪回してほしいね。こういう感じで去年の主力を聖域化するのはもうやめてほしいね。糸原、小畑スタメンはいい傾向。糸原はここでなんとかレギュラー掴んでほしいね。今年 FA やしな。佐藤の出ない試合は見る気せんわな。危機感持ってギア上げるきっかけにしてくれ。右にもノイジーしか出てこなくなったな。前側干されたか。干されたというよりあの守備では使えん。ハマスタでスライディングキャッチしてたがな。ノイジーが今調子いいから使われてるだけかと。ハマスタは狭いからね。甲子園前側だと問答無用でランナー回されるからや。おもんないスタメンやな。大山だけは聖域やねんな。テルは昨日のヘナチョコスイングでどんでん怒らせたか。さすがに佐藤はひどすぎたから休養を入れるのは当然やわ。もう昨日とかパニックになってたやん。大子のスタメンで勝てたらでかいな。佐藤輝、木浪スタメンか。そらそうよ。ここ最近やばいからな。無気力三振しかしなかった。最近の糸原の守備度ないやねんやろな。佐藤外すとやるやんけ。別に佐藤休んでもええけど大山中野も休めよ。輝にはめちゃくちゃ期待してるんだけど、ここ数試合は無理に耐えんわな。一旦休養してベンチで学ぶことも大切やろ。照外して6番糸原やね。照は1試合外したら次の試合で打ち出すことがあるので、永久用やと思っておくわ。小畑連投は嬉しいね。ドン様を信じろ。復帰後の照を見ろ。昨日の3、0からの高めボール2球空振り三振した時、岡田の顔やばかったからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。